皆さんこんにちは、桑原正盛です。今日は私の生まれ故郷新潟県十日町市よりお届けします。この十日町はですね、新潟県の、まあ、中越地区、山の中です。360度山、真ん中、まあ、海までも車で1時間、群馬県までも1時間。この子はですね、着物の町で栄えた町なんですけれども、今では芸術の町、もう世界中からこの、十日町の芸術祭、大地の芸術祭に世界中からアーティストが集まってます。これもですね、そのうちの一つなんですね。なんか素敵でしょう、この田んぼの中にもう骨年とこう現れるこのアート。ここはですね、お蕎麦松尾さん、私の大好きなお蕎麦屋さんからお届けしております。さて皆さん、いかがですか。自分自身のこのルーツに触れて原点をもう一度思い返す、そうだここから始まり、こんな生き方を目指すんだというですね、自分自身の中にこの物語一本の筋、確認される機会をお持ちですか。私はですね、今毎月この新潟に戻り、この今はこの春、山菜の季節、春のこのエネルギーを山菜から取り込んで、お蕎麦で取り込んで、またこう一年の糧にする。そして私のルーツである母親、まあ89になりますが、親孝行して、自分のですね、このルーツに、まあ上流をですね、喜んでいただく、そんなことしてまた東京に戻り、仕事で皆さんとお会いしながら活躍したいと思っております。それではまたお会いしましょうね。さよなら。